ご覧の皆様、こんにちは。こんばんは、おはようございます。ドリフターズの13話だっけ？リライトでございます。そして、ちょっと、前のエピソードから時間はかかってるんですけど、今は実はアメリカにいまして、ここにて続きをやっていきたいと思っておりますので、早速入っていきましょう。そして今回はですね、字幕がないんですよ。なので、ちょっと、九州弁とか頑張る。まだ消化中であちこちくすぶっている。成長者に至っては完全に廃墟じゃないの。廃墟か。火薬やら油やらありったけぶち込んだ。そりゃね。お前さ、年が欲しかったんじゃない？わお。いや、やっぱ字幕がないとさ、ちゃんと頑張って聞かないとさ、リアクションできひんもんな。あー、こいつね、超やばかったよね。怖っ。雑巾作ってる。怖えわ。ブランケンシュタインじゃないか。こっちの世界に来た時もボロボロの体だったよ。そうだったんだよね。どんな風に生きてきたらこんな風に生きるんだろう。こういうもう戦国侍だからね。おとよのおかげで全てうまくいった。ほんま？あの敵将がこっちに向かってきたら。いやでも彼は早く死ぬためにいっぱい頑張ってるもん。止めても止まらん。うん。必死で戦おうと思ってる。三国志知ってるやろ。ああ、あいつかっこいいじゃん。あれ俺は みんな死ぬよな。まあ昔の話ですな。無血占領できなかったな。どうすんのこの年。バレやられとうやん。軍友割拠。やったんですね。あ、来たよ。違う。オッケー、こっち持ってきた。Gaspel of the throttle, push my engine all the way, singing, na 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 driving, twisting, turning sideways. I can't take this pressure no more. Gotta love like a hurricane. I got this love. I got my hurricane. Catch me if I'm speeding, push my motor every day.Hustle of the muscle, push my engine all the way, singing, na 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 everybody, na 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 driving, twisting, turning sideways, I can't take this pressure no more, gotta love like a hurricane, got my love.I got this love. I got my hurricane.
なんか初めて日本語の字幕で見たんだけどちょっと面白いね。お、来たぞこの宗教基地。あれ、こんななんかワンポ男が10月期間に入ってるの。忍び入るの？俺だけ潜るか。いや、僕も行く。出なければ何が起きているかわからない。オッケー。え、こいつドリフターじゃないよね。この国の民族だよね。どうしやらせておくのが惜しい。あ、化け物の町ができてんな。これじゃ完全に都じゃないか。都ですね。何言うてんねん。何声やねん。頭がおかしくなりそうだ。商売してる。ね。うん。道兵？あいつ？うん？ここで掘ってんだ。歌ってるやん。楽しくやっとるやん。笑ける。それで喧嘩を作ってる。めっちゃいいじゃん、この国王のやること。ね、超楽しそうやん。カルネアーダス。これは奴隷ですか？それとも処刑？はい。ここどの国でも今でもある。だが。何？奴隷を食ってんだ。これは怖えわ。食ってる。家畜だな。やばい。人間が家畜なるんか。こいつらが勝てば。この場合、畜産と奴隷制が同一に進んでいる。だが、早すぎる。こんなにも早く文明化が進むはずがない。ね、文明早いわ。あの国王の野郎のせいやろ。多くのゴブリンたちが、もう文字や通貨経済、労役奴隷制だ。めっちゃ早い。人類が数十年、数百年かけて成し得たことだ。うん。いくら国王やエンズという教師がいたとしても。生徒たるオークやゴブリンに可能なのかみたいだね。獣と呼ばれる者たちに何かしているのではないか。さあ何をしているんでしょうか。おう、義経。どこかの国の患者かな。それとも10月期間とかいう連中かな。10月期間でしたね。おう、義経やばいはずだよ。弁慶に倒す。弁慶を倒した男だからな。え、今ので死んだ？死んだっぽいな。はっはっは。もう一人これワンポミンミンの君。違うわ。死んだやつがワンポ君。この兵士の数だろ。 What？ 何この巨人。これ無理やろ。これ無理だろ。
どうやって倒すの？進撃の巨人ができてるやん。まあ、こいつらはなんか馬ピープルやけど。これは強いじゃん。土方が持ってた軍バリ少ねえじゃん。国王ってどんだけヤバいやつやわ。変わらないよね、やろうとしてること。慣れてる。ダリアス王国とか？たくさんいる。ネバカネザとか。バビロンなのかな？ソロモン？ソロモン王とか？本当に王だったらソロモンとか。何者？何それ？生命じゃん。この世が人のものだけであると考える。御用学者の不尊そのものだ。私は貴様の。こいつついてた。人に微塵も絶望もしていない。人の可能性は大きく広く深い。世を滅ぼすお前を断じて許さぬ。レイゲンかっこいい。滅ぶのは人の世だ。レイゲンだっけ？合ってる？新たなものが世界。間違ったらごめんね。その可能性とやらが許せるんだ。賢すぎる。火薬を作ったよ。まあそうだね。そうだね。普通の武器を使う。だから漂流者はバイオレンスを生み出すって言ってるんだね。でもお前は紛争を生み出してきたよ。だから人間を殺すのが目的なんだよね。そうするとなんか平和の世界が生まれるって話だよね。同じ道か。やっぱちゃんと聞かないとあかんわ。字幕はついてへんと。はい。そうだよね。ギリシャのカプニケスだっけ？暗黒時代。それはヨーロッパのなんだっけ、ダーク・イエーズだっけ、ダーク・エイジズだったよね。
え、ダークエイジズって知ってたらさ、かなり最近の知識があるね、この国王は。サンジェルマンみたいな存在じゃないか。予測できる人間なの？予言者？この国王ってほんま誰やねん。予言できるやつ。あと今、壁の外にキルロイ was here ってあったあの絵。あれ見たことあるよ、人生で。ざまざま。ざまか。本当にもうモンスター以外の人類対モンスターって話になってるんだよね。もう人間は強いぞって言ってるけど、もうエルフとかドワーフとか結構重要じゃん。でもこの力やばいよな、アベの生命。死ぬる。腹減ったか。しみるって言ったかな。これ何食ってんの。いらないんですか。いらないもんじゃない。あげな戦い方しか知らん。十三とから戦ことしか知らん。十三かよ。僕もですよ。じゃどん一緒か。こいつも13からかな。上等地を思うとる。死んじゃダメだよ。おとよが死ぬと多分きっとすべての歯車が壊れる。なるほどね。みんな豊久さで頑張ってるからな。オーダーじゃダメだよね。話が お金取ってこいよ。はい、何言ってんねん。サンジェルマンはお金渡したくないね。こんなやつだっけ。楽座楽市作れや。そして何割か取ってや。おお。話してやれ、話してやれ。はいはいはい。チート資産、そうだな。え？こわ。知らないって。マジかよ。お。何を頼むかい。何それ。本当に人をやる気にグビントの前。だが当面はオルテ各市の方面軍をなんとかせんやな。オルテね、練習か。ほうほう、第三軍、第四軍、第二軍。ほうほう、廃墟メルリ。これはバトル戦略プランですね。北方のデミ。ちょっとハンニバルは？その部族たちが急に凶暴化して大攻勢をかけてきて、こっちがこんなになってるのを知らずに救援求めてきたのよ。何が起きてるのかしら？まさか国王軍。
待って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 オルテバリやられてるなんでやねん元気って書いてる。戦略をこいつやってんの？やっべ。あんなばっかりやで。うん。ケルシー。怖い怖い。ペチャルクシャラ。アメリカだったら怒られちゃうもんね。なんでそんなイタリア。何これ評価かんねよちょ、わかんない。ほう、あ、でもわかった。このワンポくんたちはあの死んだ10月期間の仲間か。また来るかい。頑張よスケピオ。スキピオの戦略いるから。いや、こいつら悪く使われた女。ローマ死ねえねスキピオの幸せやな。うん、普段からすごかったらいいよね。ほう、あら、何をするか、その演出とやらオルミーヌ。こいつらじゃないよな。こいつらなんだ。天から降りた。本当やで。顔。何の顔やねん。来たぞ、怖いぞ。第六天魔王、怖い怖い。何の演出やねん。こんなのやってたんや。ビビってんのかな。怖え。ゾンビが来たよ。怖えわ。せやで、怖いな。飯を与えてやれ。めっちゃよだれ出とる。何このビーム。どうすべどうすべ。ちょっと待って、そんな話をやめようや。
このスバじゃあるめし。誰やこの格好。来たぞ、タモン。To be continued。 もっと次はなんだろうな、海の話が出るんかな。そのタモの話が出るとなんやろなんやろ。いや、やっぱりさ、あの字幕、英語の字幕がつくと俺が読みながら聞くから、あのなんか先に読んじゃってそれでリアクションはできるんだけど、それであの後で音声は聞く。だけど音声だけだと、音声をちょっと聞かへんと話が分からへんから、なんかリアクションしにくいんだよねやっぱりね、あの字幕がつかへんとなかなかリアクションは難しいと思うんだよな。うん、あと普通に話難しくない、国王とか。しっかり成長せな、なかなか難しいと思う。うん、もう OVA はね、これは13話やけど、14話はもちろんあるんだけど、実は15話もある。その15話は、いただいてますので、やるつもりです。あと、まあ、後々に、ヘルシーもやっていきたいと思ってますので、その時はまたその時。ではでは。次は弓のなんちゃらがあんたが早い、はい、豆を腐る。読めへん。On a war. Aging on a war? わからん。読めへん。はい。皆様ご視聴ありがとうございました。そして月までどれくらい時間かかるかわからないんですけれども、うん、アメリカでちょっと人を、絡んでて、2人とか3人でリアクション映画を撮りたいと思うんですけれども、それはまだ進行中っていうことなので、ではでは次までよろしくお願いします。おきに。What happens if I do this? Okay, so now I'm recording and it's looking way better, right? But what happens if I do this? Is this still looking good? Oh man, it's looking good. Okay, great.Now? Okay. Good. So, everything's looking good. Okay. ご覧の皆様、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ドリフターズの13話だっけ？リライトでございます。そして、ちょっと